誰にも負けません。デュランダル、指示をください。艦長、私が必ず人類を盾、ゼーレも私、八重ガス、それがわらわの名じゃ。艦長の命に従おう。マルキューレシステム起動。私は律者であり人間でもある。そして花のように美しい少女なの。優しいわね。
ほら、いつでもどこでもエリシアはあなたの期待に応えるわ。今日のに艦長に見つけ、私が出なきゃいけないほどの敵？はあ、艦長、もう起きた？私の力が見たいのか。久々に本気を。セーレもみんなと一緒に戦いたいです。セーレ、お役に立てるのでしょうか。わらわは何時に影、すべては出撃を所望する。ブローニャは戦うこと以外何もない。重装ウサギ 19C、 今は休んでる場合じゃない。ブローニャは戦うこと以外何もない。人の世の物とは見えぬ桜の花。私が出なきゃ。八重霞、それがわらわの。私が艦長に見つかっちゃいました。歌で敵を倒す？何を言ってるの？人類、私に祈るがいい。私が必ず守るわ。デュランダル、指示をください。セーレも。私が崩壊を行う。私は律者で。デュランダル。セーレ、あー、私の力が見たいの。久々に本気を見せます。艦長に見つかっちゃいました。艦長。わらわは何時の影、すべては何時の望むままに。私が必ず守るわ。
Thank you.
Yeah.
Thank you.
無垢の少女、神我の英傑、人間の律者それが私、エリシアなの。
べきかしら。はーい、私に会いたくなった？空と星月の間に創造主の娘が誕生した。彼女は楽園の奥で足跡を残し、荒れた地に愛の花を咲かせる。彼女が撒いた暖かい光に人々はようやく応え、眩しい星のような愛を送った。美しい物語よね。こんな風に自分を紹介するのは初めてよ。もしよかったら、私の物語をもっと聞いて。私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。真が人の律者は、異能タイプの氷アタッカー。人の律者と起源の律者形態を切り替えられ、戦場を無可のステージにできるの。人の律者形態中、通常攻撃は弓の4連撃で氷ダメージを与える。命中時は水晶の氷鏡を最大40まで獲得可能よ。氷鏡を持つキャラはインデュア状態になり、攻撃された時にダメージを軽減するの。水晶の氷鏡はキャラが退場しても次の出場キャラに引き継がれるわ。人の律者携帯中、攻撃ボタンが直してチャージ攻撃を発動でき、経路上の敵を貫通し無可の箇所を一重付与する。長押しし続けると連続発動しながら移動できるわ。
三重になると敵は無垢の花房状態になり行動不能になるの。武器スキルが無垢の花房状態の敵に命中すると真が開花効果が発動し範囲氷ダメージを与え無垢の花房を解除する。真が開花効果発動時は無垢の花房状態の敵1体につき開花によるダメージが上がり発動後無垢の花房を解除するの。人の列車形態中極限回避スキルは全時空断熱を発生させ次のチャージ攻撃を無垢の箇所を30付与するように強化する。ちなみに極限回避スキルは自ら発動可能よ。敵が凍結時空減速状態になると QTE が発動可能になり無垢の花房を付与し氷ダメージを与え極限回避スキルを発動させるの。チームメンバーが EP を一気に大量消費した時も QTE が発動可能よ。ひらめきよ大地を照らして。これが古の星空万物の起源。私は訪れ見届け抱きしめ愛した。必殺技発動で起源の立射形態になり古の正解を創造するの。敵に氷ダメージを与え無垢の花房状態と凍結蓄積を付与するわ。期間中は爆発状態となり立射エネルギーを継続回復し攻撃も変わるの。通常攻撃はスタッフを使い魔法で氷ダメージを与える。武器スキルは正解のワルツを発動し氷ダメージを与えるわ。チャージ攻撃は立射エネルギーを全消費し命中した敵に無垢の箇所を30付与して正解のワルツのクールタイムをリセットする。極限回避スキルは敵を吸い寄せ起源の立射形態開始と終了時にクールタイムがリセットされるの。古の正解中は敵に凍結蓄積を継続付与し同時に氷特徴を持つ味方の EP を回復しさらに追加でスリップダメージを与えられるようになるの。またエリシアはチームメンバーの EP 消費をもとにチャージするのよ。起源の立射形態中チャージ数をもとに自身のダメージを上げるの。チャージ数が一定値を超えるとさらにダメージが上がるわ。そして携帯終了後チャージ数はリセットされる。
やはりまた町に崩壊獣が現れました。急いで片付けましょう。私がおとりになりますから、和光君は住人たちをお願いします。しばらく新たな脅威はなさそうです。数は多くないから手分けして行動した方が効率的だって、オレンジ姉さんが。僕は自分の担当エリアを確認した後。鋭い判断です。ううん、深さん、僕がレッドみたいに勇敢だったり。和光君にも。あなた、私が駆けつけるまでカメラのフラッシュで崩壊獣を追い。俺はとっさにアイデアを思いつくのも一つの才能ですよ。そうそう、すごく頑張ってたじゃない。もちろん深さんも。あんなに短い間に。オレンジさんのところは大丈夫でした？うん、リツは私たちの中で最も慎重なビタなの。彼女はデタラメなことを言わないから、私は二人を探しに戻ってきたんだよ。でも他のビタさんはどのくらい戦えるのでしょう。え、どうしてそんなことを聞くの。昔から町はすごく平和で、あんな怪獣は一度も現れたことがなかったから。何か問題が起きても私たちがみんなをまとめれば乗り越えられたの。それと戦う力ってわけじゃないけど、私たちには生遺物があるんだよね、和光。うん、そうなんだ。生遺物。町の管理者をしているビタさんたちの保険か何かでしょうか。それとも今まで把握した状況を考えると、
この町が作られた時からの。でもオレンジ姉さん、さっき現れたのは新しいタイプの崩壊獣だったよね。見て、写真を撮っておいたから。本当だ、怪獣の種類が増えてる。すごい発見だね、さすがだよ。大したことじゃないよ、オレンジ姉さん。管理者にしては崩壊に対する彼らの知識は恐ろしいほど少ない。オレンジさん、どうして。はいはい、そんなに悩まないで。私たちに怪獣と戦った経験はないけど、この町にはあと6人の私がいるんだよ。みんなで集まって対策を話し合えばきっと方法が見つかると思うの。フカさんは怪獣と戦って大変だったんだし、一人で考え込まないで。あとはビタたちに任せて。オレンジ姉さんの言う。そうですね、人に授けるに逆では。今から皆さんが集まるのでしょうか。うん、広場にね。実は、あ、説明し忘れたかな。リツはグリーン、自立のビタなの。頑固な面もあるけど真面目で責任感が強いいい子だよ。だから彼女の話はそんなに気にしないで。広場に着いたら私が代わりに説明するね。うん、フカさんはいろいろ手伝ってくれたし、悪い人だとは思えない。他のビタたちから何か言われたら僕も。でも僕はオレンジ姉さんじゃないから誰も説得できないかも。大丈夫です、二人の気持ちは理解できました。そろそろ行きましょう。ところで、確か全部で7人のビタさんがいるんですよね。うん、レッド、私、イエロー、リッツ、ワコ、インディゴ、それにバイオレット。みんなそれぞれの仕事があって、どれも大事なの。僕がしてるのは雑用だし、オレンジ姉さんたちと比べられないけど。レッドだ。オレンジお姉ちゃん、ブルー、やっと来てくれたんだ。それに後ろにいるのは。ううん、今は気を取られてる場合じゃない。みんな遅すぎるよ。それに他のビタは。焦らないでレッド、ちゃんと来たでしょ。それにリツはもう来てるよね。さっき彼女に会ったんだけど。リツちゃん？うん、来てたけど、またどこかに行っちゃった。
バイオレットちゃんが見えたから彼女を連れてくるって言ったんだ。つまり今の時点では5人もいるってことだよね。2人がここに戻る。みんなってばのんびりしすぎ。急がなくちゃいけない事態なのに一体どういうこと。リツちゃんもみんなが揃ってないと集会を開けないとか言って、彼女がここに残ってたら先に話し合えたのに。ルールを守るのがリツのいいところだからね。前回の停電危機も、以前あった児童集団失踪事件も、リツがリーダーになってみんなで解決したでしょ。確かにそうだけど、もう待つのはやだ。ところでレッド、鐘を鳴らしたのは君？そうだけど。町に崩壊獣が現れたから。崩壊獣？何それ。つまり何かを壊しまくる怪獣で、崩壊エネルギーが原因で。あ、わかった。今まで見たことがなかったあの紫色の動物につけた名前だよね。確かに放っておけない、いろいろ破壊しまくる怪獣。だから崩壊獣なんだね。さすがだよブルー。あ、違うんだ。僕がつけた名前じゃなくて、フカさんが。要点はそこではないでしょ。怪獣が現れたからじゃなくて別の理由がある気がするんだけど。だって僕もよく言えないけど、きっととんでもないことが起きるから。朝からいろんなことが起きてるでしょ。緊張した住人たち、その次は物を落とした小動物、そして迷子になった崩壊獣。あちこち騒いでて、とんでもないことが起きる予兆としか思えない。だから僕は、やはりまた条件を確認する前に鐘を鳴らしたんだね、レッド。以前君に強く言い聞かせたルールをまだ覚えている？覚えてるよ。何だったかな。一つ、進行中の事態を確認した。二つ、事態が進行し続ける可能性があると判断した。三つ、集会で事態を正しく説明できる。この条件を全部満たさないと、集会の鐘を鳴らしてはいけないって言っただろ。君ってやつはいつもよく考えずに鐘を鳴らしているじゃないか。
リツ、そんなに厳しくしないであげて。レッドがきっかけになって開いた集会は毎回いい結果を出してたでしょ。例えば野良動物に家を探してあげられたのは彼女のおかげだったし、それとも集会を中止するべきだと思ってるの？それもダメだ。鐘の音が鳴らされた以上、僕たちはルールに従って集会を開かなければならない。町の安全を守るためにもね。じゃあ、あとはイエローとインディゴが来ればいいだけだね。その件についてなんですが、実は二人ともいなくなったみたいなんです。いなくなった？どういうこと？二人も崩壊獣みたいに迷子になったの？僕が説明しよう。町に平和が戻った後、僕はすぐにここに駆けつけた。その結果、決められた集合時間を守ることができたのは僕とレッドだけだった。ごめん。オレンジ姉さんは崩壊獣に気づかれちゃった僕を探してくれてたんだ。オレンジから聞いているから、それは大丈夫だよ。バイオレットはきっとまた誰かの手伝いに行っていたんだろう。人には助けが必要な時がありますから。私も広場の方に向かったんですが、箱に隠れた奈良の飼い犬が家に帰ろうとしなくて、かと思えばハブさんの庭の門が怪獣に壊されて、さらに玄関に置いたカゴの回収が間に合わないバーンに、あ、そうそう、リツ姉さんからはイエローたちを探してほしいと頼まれました。バイオレットは私たちの中で一番みんなの願いを叶え、とにかく僕は見つけたバイオレットと一緒に残りの二人のビタを探したんだけど、町中を探しても二人の姿が見当たらなく、そのお腹の調子が悪かったとか、それともインディゴは私たちの中で一番聡明だし、迷子になるとは思えないよ。ただ道に迷っただけなら見つからないはずがない。イエローは嘘をつかない。彼女が恋に僕たちを避ける理由があるとは思えないんだ。じゃあ僕たちはどうすればいいの？リツ姉さんのルールだと7人のビタが揃ってないと集会を始めてはならないだよね。それは違うよブルー。ごめん、やっぱり僕が間違ってたんだね。
まずそれは僕のルールではなく、この町のルールだ。次に、正しくは集まることができるビタが揃えば集会を始められる、だよ。今この町では僕たちを最も必要とするような緊急事態が起きているんだと思う。ビタさんたちのリーダーである彼女は情を知らないわけではない。むしろ臨機応変に動ける人だ。君が不可だよね。オレンジから君の話を聞いたよ。僕は自立のビタで、彼女は調和のビタ。怪獣を倒してくれてありがとう。ええ、ありがとうございます。これから開かれるビタ集会は原則としてビタたちしか参加できない。でも今はビタたちが揃っていないし、たまたま空きになっているポジションがあるから。つまり空いているポジションを埋めるのは常識の範囲内だし、ルール違反ではない。ふん。それに今は猫の手も借りたい状況だから。深さんにも参加してほしいって、リツはそう言いたいんだよね。オレンジ、イエローの真似はやめてほしい。より正確に言うと、ビタたちの特殊顧問として深も集会に参加してほしいんだ。だけど、もちろんです。みんなの力になりたい。よかった。異論はもちろん深さんを歓迎するよね、マコ。
そうだ。私も賛成です。さっきから、このお姉さんは優しい人なんだろうなって思ってました。何でもいいから早く集会を始めよう。つまり現在主な問題は2つある。今までそして僕とにかく普段その以上が2つこの件はすでこの2つあるに決まってる。いつちゃん他の理うん今はそうだね。町の管理者である私たちには緊急かどうかを見極めることも必要なの。町に平和が戻ってくれば小動物たちも自然と落ち着いてくると思うよ。Thank you.
オレンジお姉ちゃんの言葉も一理ある。全てが一瞬で元に戻れるような方法があったらいいのに。あ、そうだ。ねえみんな、そろそろ生物を使うべきじゃないかな。レッド、ダメだ。どうしてオレンジお姉ちゃんとブリツちゃんみんながな。すみません、聞くか。武器だって、僕がフォルスの1番2番、そして言い伝えによると、生物を起動させるとどんなトラブルでもシュシュッと解決できるらしいんだ。町の代理、それにはだって今でもこリツちゃんとインディゴはまだす。でもこんなこと未然に防ぐ。そう、未然。生物を試してみたら、みんなも家にずっと隠れなくてもいいし、イエローちゃんとインディゴもすぐに戻ってくるかもしれない。落ち着いて。よくイエローと二人がいない。とにかく権限。フカさん、僕たちが博物館を案内した時のことを覚えてる？オレンジ姉さんが使ったあれは権限なんだ。それって博物館の隠し扉を開けた時のこと？
母さん、実はどのビタも同じ鍵を持ってるんだ。リツ姉さんの話し方を借りると、これが権限だよ。これをつでも生遺物はさ、オレンジの言う通りだ。ゲットはさておき、でもこのままそれでつか、そうですね、崩壊獣は暴走、そして私の経験談ですが、私たちがまだ把握できていない崩壊エネルギーに支配されたエリアが存在するはずです。その場所さ、そういった場所、あ、わかった、それって禁足地だよね。禁足地、うん、ビタたちが入っちゃダメな場所だよ。禁足地はこの町の外にあるんだ。でも僕たちはあくまで町の代理人。町のもちろん、でも人が目、どうして、いや、この町、確かにそれは盲点だったよ。禁足地にはビタが、それに、あ、そう、これで、でも、もう、すごく危険なんじゃない？まずいまずい、やっぱり早く禁、いいえ、私が言いたいのは、私が追いかけましょう。心配しなくてもいい、町の代理人は禁足地には入れないから。その点はとっくに確認済みだ。でも仮に崩壊獣たちの巣窟が禁足地の周囲にあるなら、イエローとインディゴがその中に迷い込んだって可能性はあると思う。町の建物はどれも頑丈ですから、二人のビタが残って町を守れば、短い間なら崩壊獣の進行を防げるはずです。ではここは僕とバイオレットが守ろう。オレンジ、ブルー、も、問題、リツもさらに優しくじゃあ、ええ、行きましょう。
障害のエリア、それに禁足地、ビタたちの力になれるといいんだけど。そして機会があれば、ここがどんな場所か、私がなぜここにいるのかもはっきりさせたいところだ。町の外の景色は想像とは少し違うような。あれ、フカさん、どうしたの？何か考え事？あ、すみません、少しぼーっとしていました。お年寄りたちを連れて遠足するってバイオレットさんが言ってましたから。そっか、あのね、バイオレットは相談しやすい子なんだよ。みんなも何か手伝ってほしいことがあると、レッド以外ならバイオレットにお願いするの。例えば、そんな単調な…ええ、そうで、そんなこ…でも、この一手…ここは…ヘスペ？うん、僕たちが住んで、管理してるところはポロスで、町外の遺跡エリアはヘスペと呼ばれてるんだ。誰がつけた名前なのかは僕にもわからないけど、今までずっとそんなふう、ここをそのまま都市遺跡と呼んだら寂しいから。ポロスとヘスペ、ああ、芸名と兆候ですね。私の故郷ではそんな風に呼んでいたのです。朝まで光る星と夕方の一番星という意味で。え、待って、どうしてこの二つの名前なんでしょう。この町に名前をつけたのは、まさか。あ、フカさん見て、見つけたよ、崩壊エネルギーの痕跡みたいだ。この近くの写真をたまたま撮ったことがあって、比較したらすぐ違いに気づいたんだ。痕跡の横にある石は明らかに誰かの手によって移動させられているし、よく見れば足跡も残っている。待って、この足跡は何かを避けている。二人とも後ろに隠れてください。崩壊獣たち
少し強くなったような気がする。え、わかるのですか？うん、よくわからないけど、なんとなくそんな気がして、今回の崩壊時は攻撃方法が前よりも増えてたから。和光くんは観察力がありますね。なのかな。安心して、レッドは賢いからきっと大丈夫だよ。ここだって誰かが襲われた痕跡なんて見当たらないでしょ。ええ、先ほどの崩壊獣たちは警戒していませんでしたし、彼女が身を潜めて行動すれば戦うことにはならないはずです。Yeah!
この日々は遠回りする必要があるようです。先ほどは群れから離れた崩壊獣を倒しただけですから、巣窟まではもう少し距離があると思います。フカさん、このひびの向こうにある建物が見えるかな？あそこが禁足地だよ。結構近いよね。ひびに沿ってもう少し歩いて橋を越えたらすぐに入り口があるから、レッドはきっとその近くにいるはずだよ。ところで、この大きなひびですが、ここで地震が発生したことがあるのでしょうか？全部くあ、そんな風に話してもすぐには分から話が長くなるからね。前にも軽鳴軽鳴でも超くそうそう、ある日だからきっと多分当時はあ、そうだね。あ、そでもとにかく生物ミレットが焦って、うん、インディゴアは行方不明。そういえばオレンジさんと和子くんの説明を聞く。だからここは多分万が一に備えて、博士たちは旅行前に旋回一条の携帯端末を渡してくれた。
四季の律者が何らかのトラブルに巻き込まれないようにというのが彼女たちの目的だと思うけど。さすがに。だからここは多分いいえ、それはあまりにもおかしい。これほどの文明が外部から遮断されているだなんて、ここが固有世界の地球とはどうしても思えない。だからここは多分だからここは多分あ、すみません、また二人のことを置き去りにしてしまったようですね。なんとなくだけど、すごく悩んでるみたいだったから。その私たちが故郷の話をしてたから、深さんも帰りたいって思う。初めて会った時から深さんはここから出る方法を考えてたでしょ。町の管理者がこれまでに培ってきた観察力を甘く見ちゃダメだよ。大丈夫、何か悩みがあるなら私たちに話してみて。悩みというほどではありません。どうやってここに来たのかについて考えていたのです。いくつかの可能性を考えましたが、自分で一つずつ否定してしまい、疑問についてはしばらく置いておいて。置いておくの？順番がある。それにですので、その時に。あ、深さん、ここにも紫色の痕跡がある。崩壊エネルギーの汚染はひどくなっていないようですが、この方向で合っていると思います。ここにわざと置かれた小石がありますね。あ、知ってる。これはレッドの癖だね。両手で数えきれないほどの問題に遭遇した時にレッドはこの方法を使うの。なるほど。潜入する前にここで崩壊獣の数を数えたのでしょう。大胆なように見えて慎重な子ですね。
深さん、ここの痕跡はまだ新しいよ。危ない。全体的に見て、ここの崩壊獣はそう多くない。まさか禁足地も異変の発生源ではなかったりするのでしょうか。あ、着いたよ、深さん。見て、あれが私たちの橋だよ。これが橋ですか？リツ姉さん、位置につきました。崩壊獣はまだ数体ほどいます。気をつけて、相手を驚かせないように。迷子になった住人は全部で3人だ。なるべく早く見つけてそこから離れるように。あとは僕が何とかする。はい、任せてください。
怖がらないで。やっと呼吸が楽になったさ。ありがとう、バイオレット。そんなことを言わないでください。もう安全ですから。決まってるじゃないですか。なら、また花ちゃんを探して外でブラブラしてたんですね。安心して、もう花ちゃんは助けましたから。今は奈良の番です。本当に？よかった。よくやった、バイオレット。あの三人は無事帰宅。ふふん。楽勝。君がみんな、私は、さ、離れる。問題あり、君。忘れてたみたいです。ああ、こっちに向かってます。早くこっちに。僕が何とかする。大変な。さて、一人の。はい。でも、数か。はい。もちろんです。ハブさんの旧宅がすごく古くなってたから、安全のために。旧宅が取り壊された後に、知能レンガが残っただろ。それが、ちょうどあの道を塞ぐための罠に使えたんだ。なるほど。それで町の建物に傷をつけ、でも。ああ。だから罠を設置したのも僕じゃなくて、インディゴだ。住人たちを避難させる途中で、か、
インディゴです。イエローも一緒ですね。40分前といえばどうしてこっそりと。とにかくイエローとインディゴは無事なんですね。よかった。ヴァイオレット、あのインディゴだ。彼の行動には彼なりの理屈がある。だから何か危険なことに巻き危険なこと、そこまで深く考えた。でもなんとなく彼は一番信頼できるビタの一人ですから、彼に何か考えがあるならはい。それにインディゴは一人じゃありません。イエローの性格。ああ、イエロー本装の性格か。あ、ヴァイオレット、君のおかげでひらめいたよ。イエローはインディゴと一緒にいる。つまりイエローさえ見つけ出せばインディゴ。そしてイエローの性格を考えると、彼女が自分の意志で街の中に残っているなら、僕たちがまだ気づいていない場所に訪れた痕跡を残して。ヴァイオレット、システムにある全ての訪問記録を僕と一緒に確認しよう。よかった、私も役に立ててるみたい。喜ぶのはまだ早い。僕たちは彼らの状況をまだ知らないから。あった、イエローのもう一つの訪問記録は。時間は今朝で、場所は博物館。誰もいないみたいですよ、リツ姉さん。大丈夫、少なくとも彼らが何らかの手がかりを残していないか探せるから。ヴァイオレット、話を聞いている？え？すみません、無意識。ここに来るたびについ掃除したくなり。代理人のルールに言う。私はリツネ。それにビタ姉さんが。そうだね、うん。ビタ姉さん、その時はそうしたら前みたいに。ビタお姉ちゃん、ビタお姉ちゃん。どうしたの、疑心。自分の持ち場で仕事をしないの？それとも今回は僕を逮捕しに来たのかな？違うよ、ビタお姉ちゃん。ヴァイオレットちゃんから戻ってきたって聞いてすぐに駆けつけたんだ。疑心ったら、そんなに僕に会いたかったんだね。それとも僕が持って帰ってきた？どっちも。レッド、もう少しオブラートに包んで。大丈夫、疑心のことはよく。焦らないで。このネームプレートを書き終えたら新しい展示品も飾れるよ。やった、今回はどんな宝物なのかな。ビタ姉さん、今回も遠い遠い私たちが行けない場所に行ったんですか？うん、あれは面白い世界だったよ。立派な黒い山脈に広くて白い平原、そして群生のように大地に散りばめられた村と市場。
あそこで暮らしていた民族には一年の中で大事なお祝いの日が9つもあって、そのお祭りではみんなである鳥を真似したダンスを踊るんだよ。特別ほ、本当にそんなに面白いの？ああ、ビタお姉ちゃんってば通りで全然帰ってこなかったんだね。そこでそんなことを言ったらダメですよ、レッド。ビタ姉さんはちゃんと帰っ、そう、帰らないわけがない。どうしたんですか、ビタ姉さん。なんでもないよ。そうだ、みんなのために用意したお土産も見てみて。今回も僕の代わりにちゃんと保管するんだよ。大丈夫、僕たちでちゃんとここを守るから。じゃあ、さて、姉さんが戻ってきた。少なくもう一つの可能、違うところなら。違うところなんてないわけないだろ。ああ、すまない、人の話を盗み聞きする趣味はないし、わざと声を出して二人のレディを驚かすつもりもなかったんだ。これはタイミングの悪さによって生まれた誤解さ。ほら、君たちが展示品という盲点に気づいてしまった瞬間、真相は白紙に落ちた墨のように際立ち、つまらなくなる。こんなことになった以上、知らぬふりをするのはいささか失礼かと思ってね。それはここに来た君たちが得るべきものでもある、そう思わないかい？緊張する必要はないよ。僕に敵意はないし、何か悪いことをしようとも思っていない。この件についてはすでに君たちの二人の仲間、ああ、彼らが今どこにいるのかすぐに説明しよう。どうかな、少しリラックスして僕の話を最後まで聞いてくれるかい？
町の代理人たち。ごめんね、深さん。ここの道は歩きにくいよね。仕方ないの。この橋は最初からボロボロだったから。絶対にビタたちが管理をサボった結果こんな風になっちゃったわけじゃないよ。あ、機会があれば。でも、あ、平気。ここの穴からひびの下が見えるようです。これは あのひびの下のエリアはこの世界のものではないようだ。漁師の海と関係があるのでしょうか。旋回一条の端末。
メモリが一瞬変わったけど安定していない。まだ構成をしている。また動かなくなった。身を乗り出したから端末が異常を感知したとか。つまりこの橋の下にあるひびは確実に固有世界というより、私が今立っている側と次元的なズレが存在するはず。でも端末は安定しなかった。オレンジさん、ワコー君、少し、ああ、やっと喋ってくれた。あなたたちの中でこの橋の下にあるひびを調査したことのある人はいますか？私が知っているのはこの橋だけだよ。すっごく深いひびだから、一番度胸のあるレッドでもさすがに降りる勇気はないと思う。では思っていても、なるほど、彼らは今その一つ目、二つ目、三つ目。そうだ、漁師の海に似た特徴があって、世界の歴史と一定のつながりもある。そして橋がここに存在している。オレンジさん、ワコー君、天才の詳細を教えてくれませんか？前に二人が話していた、かつての故郷を壊し、このひびを作った天才のことです。質問だね。でも、ダメ。バコ、記憶力がいいあなたが教えてあげて。僕の記憶力だってそんなにいい？それに当時は写真も残せなかったみたいだし。いいの、何でも話してみて。私が話したことをベースにして何か。そう言われ、あの天才は。でも建物が壊された後も大地は分断し続けた。
川、湖、海がその土台を失って暴れ回る洪水になってたんだ。最終的にひびが現れて洪水を飲み込んでくれて、人々に生きるチャンスをくれた。ビタたちはそのタイミングでみんなを連れて故郷を出て啓明を作り上げたんだ。大体はこんな感じ。はあ、すごいね和子、よく覚えてるじゃない。まるで教科書を見ながら声を出してよ。そんなに。確かに和光くんの答えは辻褄を合わせることができるけど、何とも言えない曖昧。美味しいですね。こういう素朴な甘さは故郷のことを思い出します。ありがとうございます。私だけじゃないよ、和光にも感謝しないと。え、持ってる飴を深さんに分けてって和光が言ってくれたの。ところで和光、どうして私が飴を持ち歩いてることを。それは前からずっと知ってるけど。え、オレンジ姉さんは飴が好きだし、いつも持ち歩いて渡してくれるし、みんなも知ってると。そうだったの。うん、確かによく飴をみんなに分けてるけど、好きだなんて。え、違うの？だってオレンジ姉さんはたまに一人でどこかに行ったと思ったら、戻ってきた時には、まったく僕の勘違いだった。ごめん。謝らないで。和光ったら頭がいいのに、
それを見せたがらないよね。いつか和光が自分の才能を解放する気になったら、インディゴですら相手にならないかもしれないよ。ええ、和光くんは真面目で気配りができる子だと私も思います。深さん、オレンジ姉さん。さて、他に深さんに言いたいことがあるなら今のうちに何でも話して。私の秘密だけ暴くなんてことはしないよね。深さん、実は最初に深さんと出会った時、僕もオレンジ姉さんも警戒してたんだ。あのデモを深さんは僕たちに協力して、オレンジ姉さんは深さんでも違うって僕は思ったんだ。あの時はオレンジ姉さんにうまく説明できなかったけど。僕もバイオレ、僕たちの、それにだから、でも僕、それにオレンジ姉さんも、僕たちは、僕たち、その深さんの助手として一緒に放っておけない人や事件のために頑張りたい。そうだよね。もちろんです。はあ、偉いね和光。せいだ、はい、飴をもう一つ。いいよオレンジ姉さん、飴を食べすぎると。二つだけなら虫歯にならないよ。遠慮しないで。さあ、大丈夫。壁の隅に。あっ、これは。